こちらのプセルこれで。皆さん、なんか買ったことわかるかな？そうです。こちらの床の部分が真っ白になりました。やったね。多分ね、これによって、まあ、動画の雰囲気とかもね、変わるんじゃないかなと思います。それじゃあ早速今回の動画へレッツゴー。はい、今日の動画はですね、まあ6月8日2016年の6月8日にアップロードしたスクイーズの動画、まあ風船スクイーズが2つとなんかパンみたいな丸いねスクイーズ、顔が書いてあるその3つを紹介した動画があるんですけど、それから早1ヶ月僕はとんでもない悲劇を見てしまった。でですね、あの動画を撮った直後に、あの、冷凍スクイーズあるじゃないですか、スクイーズ実験でもやって、動画撮ろうかなと思って入れたんですよ。そうしたら、1ヶ月。経ちました。なんてこっ、僕はとんでもないことを犯してしまった。そう、今までね、あれ、冷凍スクイーズ実験つっても、まあ、長くて1週間だと思う。だけど、今回は大規模な、実験動画になります。スクイーズ実験、大きな大規模です。1ヶ月スクイーズを凍らせてみたらどうなるのか実験、まあ、かっこ それ目的で始めてはいないけど、早速取り出し行ってきます。はい、取り出し行きました。今こんな感じです。紐のところ取ってます。それじゃあ早速置いて、はい、見てみましょう。置いてみました。こんな感じです。まあ触る感じ冷たいですね。まあ、まだプニッとやってないんで、早速ねプレイしていきたいと思います。ゴー。おあおだ、なんだこれ、不思議だ、不思議。なんかですね、中はちょっと固まって凍ってるなって感じなんですけど、外はいつも通りで、なんていうか、なんかまんじゅうの触りここに近いかも。なんか皮が柔らかいけど中のあんは硬いみたいな。何これ、最強だ。だけどこれさ、みんなにおすすめしたいんだけど、これ1ヶ月かかるから、おすすめしたとしても1ヶ月後にやることになる。まあ暇だったらあんまあれいつもねあんま触ってないスクイーズのなんでもね、なんでもいいんで1ヶ月やってみてください。僕の1ヶ月を超す人は出るのか。1年。もうね、今日から入れて、来年の7月ぐらいに取り出せたらいいな。じゃあ、これが1ヶ月目ということでね、まだ冷たいんで、これで入れて、で、1ヶ月ごとに出していく。よくないそれ。よくない？腐りそうだから、やめときます。はい、ということで今回ですね、ちょっと短い動画になっちゃったかもしれないけれども、こちらのスクイーズをですね1ヶ月間放置してしまった結果はどうなったのでしょうかという動画でした。結構ね弾力が変わった。ほらほらほら、いい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 、まあね結構楽しかったですね。まあ、今回内容が薄すぎたんで、まあ、この後なんかあこれ見てていいなーみたいな感じのね、ちょっとした動画を流すんで、それじゃあバイバイ。ちょっとした動画どうぞ。あ、これあかん、これは。あ、だからだ。やり、あ、やり、バイバーイ。あ、だからだ、だから。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代の僕は毎日動画更新しているのでぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。